グレートベア湖は北アメリカ大陸の北西部に存在する湖の一つである。グレートベア湖の面積は31153万平方キロメートルで、これは北アメリカ大陸で4番目に大きな面積を持った淡水湖である。また、カナダでは3番目、全体が国内にあるものでは最大の大きさの湖である。この湖はおおよそ北緯65度から67度、 成形118度から123度に位置しており、ここはカナダのノースウエスト順州に属している。湖面の標高は約156メートル、湖岸の長さは約2719キロメートル、浸水地域は114717平方キロメートルである。この湖からはマッケンジー川の支流の一つである、グレートベア川が流れ出している。なお、 グレートベア湖は、かつて、グレートスレイブ湖、アサバスカ湖などとつながっていたと考えられている。かつては、これらの湖すべてを覆うマッコーネル湖が存在したとされており、これらの湖は、マッコーネル湖の残砂と考えられている。このため、これら三つの湖は、姉妹の湖などと例えられることもある。湖の周辺は、ハイログマやアメリカグマの生息域となっている。 ありがとうございます。